日本共産党の国重秀明です。4月からもたくさんのものが値上げされ、生きていくのが大変なところまで来ています。そんな国民の苦しみをよそに、岸田政権は5年間で43兆円もの軍事費を使おうとしています。これまでの 1.5 倍です。異次元の軍事費拡大に暴走していると言わなければなりません。軍事費拡大の一方で、高齢者の医療費の負担は増やされ、暮らしの予算は削られています。軍拡よりも暮らし応援を、これが皆さんの声ではないでしょうか。私国重秀明はこんな政治にしっかりものを言い、平和と暮らしを守る提案をしてまいります。あなたの一票で国会へ送ってください。どうぞよろしくお願いします。日本は今、戦争か平和かの岐路にあるのではないでしょうか。岸田政権が進める軍事費の拡大は、敵の基地を攻撃する能力を持つというものです。アジア全域に届くような長い距離を飛ばせるミサイルを配備する計画です。他国に脅威を与える軍事大国になり、これまでの専守防衛をやめるということです。アメリカのミサイル戦略は、相手より先に攻撃する先制攻撃を基本方針にしています。アメリカ軍の指揮の下、自衛隊が無法な戦争に参加する、これが二度と戦争はしないと誓った日本のやることでしょうか。自衛隊基地に核シェルターを作る計画もあります。和歌山県内に3つある自衛隊基地でも、司令部を地下に移す工事や強靭化が進められています。報復攻撃を想定しているからです。攻撃を受けて市民の生命や財産が破壊される、こんなことは起こしてはなりません。平和憲法を守り、二度と戦争はしないこと、これは母の教えであり、私が政治を志した原点です。終戦の年、母は中国の牡丹江にいました。18歳でした。戦争が終わってから、祖母は母たち4人の子供を連れて日本に引き上げました。母はその間つらかった、戦争はあかんと話していました。軍事に頼らずに、どのように日本の平和を作るのか、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。私は今アジアにある仕組みを生かすことが重要だと思っています。東南アジア諸国連合 ASEAN の国々は友好協力条約を結んでいます。どんな紛争も決して戦争にはしない。そのための徹底した話し合いの努力が重ねられています。この仕組みを東アジアにも広げていくことが大切ではないでしょうか。東アジアサミットは ASEAN10 カ国に加えて、日本、韓国、中国、アメリカ、ロシアなどが参加して開かれています。この仕組みを土台に平和なアジアを作る、そのための外交努力が日本政府には求められているのではないでしょうか。政治には暮らしを守るための改革が必要です。日本は経済成長できない国、賃金が上がらない国になってしまっています。賃金が上がるかどうかは、町の飲食店や小売業の人たちの経営にも影響します。コロナの影響も甚大です。先日、ラーメン店の方とお話しした時には、感染は収まってきている時期でしたが、それでも客足はなかなか戻ってこない。この辺りはみんなそうだと話されていました。今こそ政治の力が必要です。暮らしと営業、経済を立て直すため、
私国重秀明は4つの改革を提案します。1つ目は賃金を引き上げる政策です。大企業の内部留保の増えた分に5年間課税します。新たな財源で中小企業の賃上げを支援します。最低賃金を時給1500円に引き上げます。そうすれば月収20万円を確保できます。2つ目は消費税を緊急に 5% に減税し、インボイスは中止します。コロナ禍で膨らんだ債務の減免を含めて、中小企業者、小規模事業者が事業を継続できるよう支援します。3つ目は子育てや教育の負担を軽くし、医療や福祉を充実することです。学校給食の無償化、大学や専門学校の学費は半額にし、入学金は廃止します。年金は引き上げ、国民健康保険や介護保険の負担を軽くします。4つ目は食料自給率を高め、農業を再生させることです。食料自給率は 38% に過ぎません。肥料、資材、燃油などの高騰に対する支援を強めます。農産物の価格を保障し、生産者の所得を保障することが大切です。以上が4つの改革です。これを進めるために大企業や富裕層を優遇している税金の仕組みを変えます。軍拡をやめて、税金を国民の暮らしに使うよう政治を転換します。日本共産党の志位和夫です。国重秀明さんは新聞赤田記者10年、国政にも地方政治にも精通している論戦力抜群の人です。国会に送っていただければ、和歌山の皆さんの願い実現に直ちに働くことができる即戦力の政治家です。住民の皆さんと一緒に和歌山を賭博の街にしないと住民投票に取り組み、カジノ推進を県議会で否決に追い込みました。どんな問題でも住民の願い実現のために粘り強く、まっすぐに頑張る政治家です。和歌山1区は日本共産党の国重秀明さんにあなたの一票を託してください。よろしくお願いいたします。和歌山では市民の声でカジノ計画をストップさせました。声を上げれば政治を動かすことができます。平和を守る、暮らしを良くする、この願いを私国重秀明に託してください。国会で働かせてください。よろしくお願いいたします。